これが世界のトヨタ。販売台数でトヨタのハイブリッド車がヨーロッパの EV 市場を抜き去る。やっぱり世界のトヨタだ。今、トヨタが目覚ましい業績を維持しています。コロナ禍による販売台数減少や EV メーカーの躍進などにより、一時期トヨタは苦戦を強いられていました。特に脱炭素を進める EU では、2035年にはガソリン車の新車販売をすべて禁止するという方針も発表されています。EV 開発が遅れていたトヨタには、最悪ヨーロッパから撤退するというシナリオも残されていたほど。そのような状況下にもかかわらず、2024年2月のトヨタの決算発表では4000億もの上方修正を発表。その要因としてヨーロッパや北米でハイブリッド車の販売台数が好調だという点が挙げられました。 EV 普及を推し進めるヨーロッパでトヨタのハイブリッド車の販売台数が好調だったのは何があったのでしょうか。そこにはヨーロッパでの EV 市場にある変化が見えてきました。そして好調なハイブリッド車の販売の陰にはトヨタのお家芸改善の成果があったようです。今回はそんなトヨタの躍進について見ていきましょう。欧州自動車工業会によると、2023年の EU27 カ国の新車登録台数は前年比 13.9% 増となる1054万台。4年ぶりに1000万台の大台に乗ったと発表されました。特に市場回復の牽引役になったのはハイブリッド車。ハイブリッド車の販売台数はなんと前年比 29.5% 増の272万台となり、 EU 新車市場の約 26% を占めました。一方、 EU が普及に力を注ぐ EV も前年比 37.0% 増の154万台と好調で、そのシェアは新車市場の 15% にまで拡大。やはり EU では EV の普及が右肩上がりで伸びているようです。でも確かに前年比だけで見れば EV の伸び率が高く見えますが、実数ではハイブリッド車の方が依然として多いではありませんか。 EV の普及を促進しているはずの EU でまだまだハイブリッド車の方が売れているのでしょうか。そこで少し期間を絞って2023年10から12月期の EU の新車販売数全体の成長率を見ていきましょう。販売数は全体としては前年比 5.5% 増と鈍化しているものの、堅調な伸び率となっていました。そのうちハイブリッド車の押し上げ寄与はその前の期と変わらず 6.9% ポイントと堅調を維持し、新車市場の回復を下支えしています。一方で EV の押し上げ寄与はその前の期はハイブリッド車と同じだったのに、次の期には 0.8% ポイントまで縮小してしまっていました。さらに12月単月で見てみると、 EV の新車登録台数の前年比はなんと 16.9% 減と2020年4月以来の前年割れだったのです。その一方でハイブリッド車は 26.0% 増と好調を維持し続けていました。つまり EU の新車市場は前期までは EV とハイブリッド車が牽引したものの、10から12月期に入るとEV の需要が明確に減退したのです。この両者の間には一体何の違いがあったのでしょう。 EV 失速の原因の一つは EU における EV 購入補助金カットの動き。ドイツでは2023年12月に予定より1年前倒しして補助金が打ち切られました。その結果、ドイツの12月の EV 新車登録台数は前年比 47.6% 減と2022年からまさかの半減となってしまったのです。そもそも EV は価格が高いため、 EU 加盟国はその普及に際して多額の補助金を給付してきました。これは日本でもやっていますから同じですね。ところが EU が加盟国に対して財政再建を進めるように指示を出したことで、加盟国は補助金の見直しに迫られたのです。この動画をご覧になられている方の中にも、車でも住宅でも補助金が出れば購入検討するという人も多いのではないでしょうか。補助金が出ていたのになくなってしまうと、
購入をためらってしまうのは当然ですよね。EU 市場においては、EV に対するさらなる逆風が吹きました。それは、高インフレの定着で、欧州中央銀行が高金利政策を強化したことです。EV は価格が高いので、購入の際には多額のローンを組まなければならず、そうなると金利負担も大きくなります。このことも高額な EV が売れなくなった要因と言えますね。また、比較的低価格で売り上げを伸ばしていた中国製 EV にも風当たりが強くなりました。EU の政策執行機関である欧州委員会のフォンデアライエン委員長が中国製 EV への補助金に関する調査に着手すると明らかにしたのです。グローバル市場には安価な中国製 EV が溢れています。それらの価格は中国政府の巨額の補助金により人為的に低く抑えられ、我々ヨーロッパの市場を歪めている。フォンデアライエン委員長は中国製 EV に対し厳しい指摘をしました。その後、フランス政府は EV 購入の補助金対象車種を公表し、中国製の EV を事実上除外することを決定。その中には中国で製造されていた米テスラ社の主力車種、モデル3なども対象となっていました。もはや EV を普及しようとしているのか、規制しようとしているのかわからなくなりますね。これではガソリン車を使用する一般の人々が買い替えるのも控えるようになるでしょう。こうして冒頭でお伝えしたように、EU での EV 市場が縮小する中、ハイブリッド車が改めて脚光を浴びるようになったのです。トヨタ自動車が発表した2024年3月期第3四半期決算は、ハイブリッド車が好調だということを裏付ける結果になりました。今回の決算で、トヨタ自動車は営業利益予想を4兆9000億円に上方修正し、従来予想から4000億円のプラスになったと発表。グループ会社の不正問題などがあったにもかかわらず、市場予想をも上回る結果に、株価も即座に反応しました。なんと、時価総額では初めて50兆円を突破したのです。営業利益増加の主な内訳は、営業面の努力で2800億円と、原価改善の努力で1500億円というものでした。この営業面の努力の一つに、ハイブリッド車を中心とした販売台数の増加が挙げられています。一体、どれほど販売数が伸びたのか気になりますね。そこで、通期のトヨタレクサスの販売台数を見てみましょう。総販売数は、前年同期に対して 109.7% となる790万台となり、すべての地域で販売台数が増加しています。その中でも、特にハイブリッド車の販売台数は264万台と、全販売数の 33% を占め、前年同期に比べ、なんと 37.9% も伸長したのです。それに対し、EV は8万7000台と、全販売台数のわずか 1% 余りでした。トヨタの宮崎洋一副社長は、決算発表の場で次のようにコメントしています。北米、欧州、中国を含むすべての地域でハイブリッド車の比率が上がった。まだ現実界としてハイブリッド車が受け入れられている。この現実界とは一体何を意味するのでしょう。ここ数年の間、多くの自動車メーカーが EV 開発に力を入れる中、依然としてハイブリッド車のモデルチェンジを進めるトヨタ。その結果、トヨタは世界中からいつまでハイブリッドを作り続けるんだなどと言われ続けていました。その代表格として米紙ニューヨークタイムズは、トヨタ自動車に対し EV に苦戦と見出しをつけて報じました。 EV の世界販売台数は2022年前年比 70% 近く増えて約770万台に上る。しかしトヨタが販売した車のうち EV は 1% に満たなかったと同紙は問題視したのです。また A 紙エコノミストの見出しも、日本が世界の EV 競争に負けているわけとトヨタの EV 不振を指摘する内容でした。このような周囲の批判を受けても、トヨタは継続してハイブリッド車に注力してきました。どうしてトヨタは EV ではなくハイブリッド車にこだわり続けたのでしょう。実はそこにはトヨタなりの脱炭素社会、カーボンニュートラルに対する考えがあったのです。カーボンニュートラルの実現には
世界中のみんなで協力しなければならない。だからこそみんなの手が届くエコカーが必要だ。これはトヨタのデザイン統括部長サイモン・ハンフリーズ氏の発言です。つまり脱炭素社会を実現するには政府や企業だけが取り組むのではなく、私たち一人一人が考えるべきことだとトヨタは考えたのです。そしてそれを体現しているのがトヨタを代表するハイブリッド車プリウスでした。1997年の発売開始以降、プリウスは繰り返しモデルチェンジされてきました。テスラや BYD など新たに EV メーカーが台頭している中でも、トヨタはハイブリッド車の開発にこだわり続けました。ハンフリーズ氏はプリウスについて次のように語っています。プリウスはマジョリティのための多くの人にとって手が届く車、一部の人だけではなく全ての人が運転できる車、それが最大の強みであり存在理由なのです。この言葉の通り、トヨタのハイブリッド車は多くのユーザーの手に渡りました。その証拠に街中でプリウスなどハイブリッド車を見かけるのが当たり前になっていますよね。 EU でも同様に一般ユーザーは EV ではなくハイブリッド車を選んでいるという実情が現実界というわけなんです。ではトヨタは EV の開発を捨て、このままハイブリッド車に注力し続けるのでしょうか？答えはノーです。ある EV イベントで豊田章男会長が全ての人に EV をと語ったように、トヨタは EV もまた重要な商品戦略の一部と考えています。ただ開発コストがかさみ、採算確保が難しい EV だけではビジネスができないというのも事実。企業が存続するためには利益を出し続けなければなりません。そこでトヨタが出した答えは、利益を出しながらも将来に向けた商品開発を続けること。そのために取った戦略がハイブリッド車の販売継続だったのです。でもハイブリッド車ってガソリン車よりもコストがかかり利益が出にくいのでは？そう思われる視聴者の方もいらっしゃるかと思います。確かに1997年に販売を開始したプリウスは当初は構造が複雑でコストが高く、1台売るごとに赤字を垂れ流していました。それでもトヨタは地道に改良を続けてきました。そして長年の設計改善と量産効果で原価は6分の1まで下がり、現在はガソリン車と遜色ない利益を生み出すようになったのです。これぞ改善のトヨタですね。こうしてハイブリッド車は利益を生み出す金の卵となったのですね。このハイブリッド車で稼いだ利益で EV シフトの開発量産投資を賄うというトヨタのシナリオは順調に推移していると言えます。そのシナリオでは EV 販売台数を2023年には8万台だったところを26年に150万台、30年には360万台まで増やす計画です。そしてすでにハイブリッド車で稼いだ原資を次世代領域に投資するトヨタの姿勢は鮮明になっています。2017年には先行開発に割り振られた投資は人員で 37%、研究開発費で 24% でした。それが2023年になるとそれぞれ人員 53%、 研究開発費 45% まで引き上げられています。これはトヨタの本気度を感じますね。2030年に向けた EV への投資額を1兆円積み上げると言えるのもトヨタの経営基盤が盤石ということでしょう。一方で時代の寵児とされたテスラですら、中国 BYD との価格競争による値下げによって利益率が低下しています。 EV 市場の過当競争と伸び悩みが大きな要因で、ここに来て世界的に EV 疲れのような雰囲気が出てきている現状、さらに最近の異常気象の寒波で電力スタンドが機能しなくなったりと EV の課題が浮き彫りになりつつあります。ライバルが踊り場に差し掛かっている今、追い上げるチャンスだと言えますね。もっとも自動車市場における一定数以上の割合を EV が占める未来図は変わりそうにありません。競合他社の投資額が増えている中でトヨタの投資額はそれについていけるのかどうか、中国のメーカーが低価格帯の EV を開発している中でどこまで販売価格をコントロールできるか、まだまだ今後の課題はたくさんあるのです。それでもトヨタの培ってきた改善で
ハイブリッド車と同じように多くの人々の手に届く EV を楽しみに待ちましょう。ハイブリッド車でも EV でも、そして水素燃料車でも、どのタイプに実需が来ても応えられる構えで臨む。こう宣言するトヨタに資格はなさそうです。日本を代表する自動車メーカー、トヨタの今後の動向に注目ですね。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。